どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回もトレバーの車探しやっていきたいと思います。トレバー、とんでもなくレアな車を見つけた。ロスサントスに1台しかないんだ。誰かに取られる前にすぐに行って回収してきてほしい。シミオン、了解した。今回はすぐに向かいたいためにこちらの飛行機を使いたいと思います。さあ、ジョニー君は大丈夫かな。ジョニー君、ちゃんと運転できる？任せてよ、早く出発しよう。今日はね、道路に着陸するんだよ、気をつけてね。うおー、すげースピード出してる。すごー、早いね。待ってくれー、ジョニー。普通はこっから行かないといけないんだけど。めちゃくちゃショートカットして行っちゃいましたけど、ちゃんと飛べてるんだろうか。落ちてないか心配なんだけど。ジョニーはここら辺を飛んでるはずなんだけど、あ、見えた見えた見えた、飛んでる飛んでる、大丈夫だ、ちゃんと飛んでるぞ。でもかなり低空飛行になってるぞこれ。大丈夫か。さあ、ジョニー君、どうやって着陸するつもりなんだ。もう山の方に行ってるね。うわー、山にぶつかったぞ今。大丈夫？おー、大丈夫みたいだね。おー、降りれたのか、すごい。なんという難しいことをやってるんだ。僕そこに降りるの難しすぎてできないかもしれない。どうしよう。本当はその山の上に行くんじゃなくて道路に降りた方が良かったかもしれないんだけど。よし、行くよジョニー、僕もそこに降りたい。うわー、むずいんですけど。よし、いいぞ、これぐらいで。やば、エンジン止まっちゃった。嘘だろ、止まらないようにしてほしい。よし、いいぞ、これぐらいなら着陸できるはずだ。おー、ジョニー、嘘だろ。待ってくれ、エンジン止まっちゃった。オッケー、いいかな。うわー、落ちるー、助けてー。よかったー、なんとか止まったー。すごい恐ろしいね、本当に難しい。さあ、そしてジョニーくんはどこにいるんでしょうか。あった、見つけた。これがジョニーくんの飛行機だね。あ、来た来た来た。おー、しいぞ。いやー、無事でよかったよ。じゃあ、そして今回探しに来たのはこちらです。ここにね、巨大なお墓が広がっておりますけど、ここにね、超レアな車が発見されたとのことで、行ってみましょう。いやー、久しぶりにロスサントスのお墓に来たね。1年ぶりぐらいに来たんだけど。お？ちょっと待って、あそこでなんか穴を掘ってる人がいるんだけど。何をしてるんですか？お墓で穴を掘ってるなんて。おー、君がトレバーか。こっちに来てくれ。すごいものを見つけたんだ。なんだかわからんが、煙突みたいなものが地面から突き出してるんだ。絶対ここに何かあるはずだ。おお、すげえ。確かにこれはなんか車の部品っぽく見えるね。ジョニー、ここを掘ろう。絶対これ下に車が埋まってるぞ。このスコップだと違う穴がかりすぎる。何かいいアイデアがないのか。いいアイデアを見つけましたよ、僕は。こっちにある車をお借りしたいと思います。よし、出発だ、行くぜ。そしてこれでウインチを接続して、無理やり土の中から、よし、いいぞ、接続完了、行くぜ。めちゃくちゃ重たい、行け。おー、すげー、取り出すことができたぞ、やった。あれ、おじさんどこ行ったの。おじさん。どっか行っちゃったよ。まあいいか、これもらっちゃうね。すごいぞ、お墓の中から棺桶みたいな車が出てきたぞ。すげえ。っていうか、棺桶にしてはめちゃくちゃ鮮やかだね。こんな棺桶ないぞ。うわ、マジか、これ一人乗りになってるね。しかも、椅子がカーボン仕様になってる。かなりお金かかってる。素晴らしい。これ結構スピードが出る棺桶じゃない？ジョニー君、ちょっとこれ僕乗ってみるね。お、エンジンつくの？おぉ、ついた、やば。なんだこれ、F1 カーみたいな音がするぞこれ。よーし、行くぜー。ジョニー、家まで競争だ。うーわ、めちゃ早ー、これやばいって。ジョニー、お家まで競争だ、行くぜー。うわー、スピード出すぎるんだけど。よー、めちゃくちゃ速い、やばい、速すぎる。ちょっと待ってくれ、これ普通に200キロいっちゃうね。すごっ、えげつないね。ただめちゃくちゃ曲がりづらい。なんでこんなに曲がりづらいんだこれ。すごいぞ、行くよー、はやー。加速やばいぞこれ。確かにこれはレアな車だね。こんな棺桶みたいな車ね、初めてだね。ロスサントス史上初の車だよ。すげー、ドーン。威力もなかなか強い、素晴らしいぞ。あれ、ジョニー君どこにいるの。ジョニー、どこにいるんだい。もう先に帰っちゃうよ。やばい、パトカー来ちゃってるんじゃないこれ。やべー、パトカー来てるー。
あれ僕手配ついてないよね。ついてないけど、やばいやばいやばい。それにしてもこれはパトカーから逃げるのは難しいね。だって本当に曲がれない、全然曲がれないからね。めちゃくちゃゆっくりスピード出さないと曲がれない。まっすぐはえげつないほど速いんで、後でねちょっと試してみようか、どれぐらいスピードが出るのか。さあそしてここから加速だー。うおー、やば扉開いてなかった。シミオー見てくれー、これすごいでしょー。速いブレーキ、そしてバックバックで100キロ出そうになってる。バックの最高速は94キロみたい。すげえ最高だった。いやー怖いねこれ本当に。これは素晴らしい、こんな車両見たことがないぞ。さすがトレバーだ、次の車両も頼む。さあ次の車、2台目の車はねこの先にあるみたいなんだけど、なんか見づらいなーって思った。そこのあなた、どんな車両に乗ってるかお見せしたいと思います。じゃじゃーん、え誰嘘でしょ、何しに来たのすごい最強だ、見てくれ。ちょっとでもこれ当たっちゃったら、あーはいこうなっちゃいますタイヤパンクしちゃったね。いやー素晴らしい。そしてなんとこっからは迫撃砲が出るようになっております。やばすぎるよこの車両、最強。じゃあちょっと迫撃砲を撃ってみようか。ちょっと後ろにね嫌な人がいた場合は、いくぜー、やったーなかなか最高に楽しいね。そして2台目はこの近くにあるはずなんだけど、どうやって行こうかな。ちょっと待って、間違ってるぞ。そしてジャーンプ、この方角で合ってるのかな。どうやらここら辺のはずなんですけど、ないぞ。嘘だろ、なんかないぞ。どうすればいいんだこれ。こっち側なのかな、もしかして。こっち側から行けそうですけど、 あった、これだね、地下だ。でもこっからは入れないので、別の方角から行かないといけないのかもしれない。そして、あ見つけた、ここだ、こっから入れそうだね。それでは入りたいと思います。さあここにレアな車が置いてあるみたいなんですけど、どれかな。おお見つけた、すげー、この車かっこいい。よし隣に止めておこう。おお素晴らしいぞこれ。この車の持ち主は誰なんだろうね、ちょっとわからないけど、僕が持ってきた車と交換しちゃおう。うわーすげえ、メーター綺麗。行くぜー出発。おおすごい、遅い、さっきの車の方が速かったね。しかし見てくれ、これゴツすぎるぞ、かっこいい。行くぜー、スピードは出ないけどゴツゴツしてていいね、素晴らしいぞ。ジョニーどうだいこの車。この車最高、エンジンもむき出し状態なので雨の日は使えないんですけど、この飾らないデザインがかっこいいぞ。しかも後ろにはビールも積んであるんで、素晴らしい、なんていう車両だ。うおお危ない危ない危ない、おーいシミオン見てくれ、とんでもない車両見つけちゃったよ。これはロスサントスに1台しかないぞ、素晴らしすぎる車両だ。こんな車両は神だ、さすがトレバー、次の車両も頼む。そして3台目の車両はこちらのギャング地帯の方にあるみたいです。どうやらこの先でかなりレアな車両が売ってあるとのことで。おー手を振ってくれてるね、あそこか。さあ到着だよー。いやーここら辺はめちゃくちゃ危険な場所だからね。こんにちは、ちょっと車見に来ました。車を見に来てくれてありがとう、君なら絶対気に入るはずだ。まずはこの車を見てくれ、とんでもない車両だろ、ロスサントスで1台だけしかない車だ、売り切れる前に早く買うんだな。素晴らしい、ジョニー見てくれ、これはすごすぎるぞ、どんだけでかいエンジン積んでるんだ、やば、これは買った、ありがとう、ニトロも使えるぞ。すごいね、ニトロまで使えるんだって、ジョニー乗っていこう。よし行くぜー、おーめちゃくちゃ速そう。ジョニーどっから来てるのなんで一周してきたんだろう。おーすげーエンジン音だぞこれ、やべー、乗ってくれジョニー。
そしてなんと今からニートロー、すげーニートロ使える、マジか、素晴らしすぎる。なんか全部からニトロ出るわけじゃないんだね。前のエンジンからしか出なかった。おお、ちょっと待って、めちゃくちゃガタガタする、なんだこれ、乗り心地悪、うおお、そしてニトロだー、すげーでかすぎるぞ。そしてうおー、かっこいい、めちゃくちゃ素晴らしいね。全然前が見えないけど、ただこれちょっと多分あのギャングの人を若干改造ミスったのかもしれない。タイヤがめちゃガタガタするんだけど、嘘だろ、の乗り心地が悪い、スピードは結構出るぞ。え、嘘だろ、なんか手配度ついてる、ちょ待ってくれ待ってくれ、あーパトカーが来てるぞ、待って、逃げて逃げて逃げて、トレバーさんいけるかな、やばいぞ、いけー、ニトロで加速だ、追いつくわけないでしょう、これは絶対逃げ切れる、スピードではシミオン、見てくれ、とんでもない車両が登場したぞ、ブレーキエンジンでかすぎるからね、史上最強のデカエンジンを積んだこちらの車両、なかなかレトロでいいよね、すげーかっこいい、さすがトレバーだ、よくやった、わしはこういう車が欲しかったんだシミオン大絶賛だね。じゃあ次の車を探しに行きたいと思います。ジョニー、たまには運動しないと、こうやって車ばっかり乗ってたらね、足腰弱っちゃうんで、久しぶりにちょっとジョニーと運動しております。めちゃくちゃ危険な道なんだけどねいつ行かれるかわからないっていう。そしてこの先あと 100m だぞ、頑張ってくれ、うわー、ちょっと待ってくれ、自転車優先です、どいてどいて、ジョニーあと少しだー、行くぜー、こっからスピードアップだー、よし、重たいスピードアップなかなかしない、うおー、危ねえ、ジョニーこっち側だ、こっちの方にあるみたいだぞ。そしてこの裏に行ってみよう、こちらだ、この先で車なんか売ってるのか、誰もいないんですけど、わ、待ってくれ、こんなとこでなんか車売ってる人がいるぞ、ジョニー見つけた、え自転車どこやったのひっくり返っちゃったから捨ててきた、いや待ってくれよ、マジかよ、さすがジョニーだね、おお、確かにこの車かなりレアだね、すごいぞ、めちゃくちゃ長いリムジンみたいになってる、お客さんどうだい、この車買わないか、今なら 50% 値引きで売ってやるよ、嘘だろ、 50% も値引きしてくれるのか、なんでそんなことしてくれるの、まあどうするんだい、早く決めないと、やっぱ値引きやめようかな、早く決めてくれないとな、わしも忙しいんだ、分かったよ、ありがとう、 50% 値引き、ちょっと言いたいことがあるんだが、返品はできないからな、え、すごい勢いで走っていったんだけどえ、ちょっと待ってくださいよし、まあとにかく車を買うことはできてよかったね、なんであんな走って逃げていったのか分かんないけど、さあジョニー乗ってくれ、出発だ、これは確かにレアだぞ、よし行くぜ、出発だ、なんかこれ前にマフラーがあるね、珍しいね。そしてなんか後ろに荷物が置いてあるんだけど、これなんだ、ちょっと最初買った時は気づかなかったけど、後ろになんか棺桶があったんだけどマジか、いや誰ですかこれしかもなんか出てるゾンビみたいなのが出てるぞ、嘘だろ、うおー、めちゃくちゃ怖いんですけど、これどうしたらいいのどうしよう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 、ドーン壊せないどうしよう、ゾンビ付きの車買っちゃったよ、なんなのこれ、どうしたらいいんだよ、だから逃げて帰ったんだそりゃ 50% オフにする気持ちもわかるよ、普通の車屋さんだったら絶対売れないよこんなの、いやーどうしようどうしよう、ジョニーこれどうすればいいんだよ、これは知らなかったふりでシミオのとこに持っていこう、おーさすがジョニーだね、それが一番いいね、まあこの車両自体はねかなりレアだからね、普通に後ろのゾンビさえ取り除けたら最高なんだけどね。さあそしてようやく到着です、シミオ見てくれ、とんでもない車両見つけちゃったんだよ、トレラーさすがだ、素晴らしい、こんな車見えたことないぞ、一番気に入ったジョニー、シミオン気づいてないみたい、一番気に入ったみたいだよ。それでは最後にどれほどこの車がスピードが出るのかやってみましょう、行くぜー、やばやばやば、めちゃくちゃ速い、すげえ余裕で200キロ出た、
素晴らしい精度。でも300キロは出さなさそう。うわ、運転席視点です。結構安定してるね。素晴らしいぞ。マジか、244キロだと。最高速度244キロでした。素晴らしい。この棺桶からは想像できないスピードが出るね。最高の車だ。本当に今回はレアな車両が大量集合したね。ちょっといわくつきの車まであったけど。ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画もお会いしましょう。さよなら、バイバイ。